たいのかね。優勢。田原都市チャンネル。今日は真昼のドライブ、はい、なんだ、なんかいるぞ。バレーン。この YouTube チャンネル出るのはちょうど1年ぶりぐらいなんで。そうですね。2歳の時のバレンが3歳になりまして。車でよくお出かけとかするんですか？まあ車であっちこっち行く時もあるからね。海行ったり、ペットショップ行ったり、トリミング行ったり、お茶行ったりするんで。私犬飼ったことないんで分かんないんですけど、うん、ワンちゃんとドライブする良さってどういうとこなんですか？何もないよ。めんどくさいだけ。まあでもね、5、6年ぶりに飼ったお犬なんで非常に可愛がってはいますけど。バレンさんとのドライブの時って一緒に歌ったりとかもするんですか？何するんですか？喋りかける？歌うわけないだろう。もうほら落ち着きがないからさ、あんまり車好きじゃないから。あ、そうなの。うん、途中で飽きたりすると発狂したり、あーって言ったりとか、割とね大変なんですよ。イエーイ、ドライブだ。バレン大丈夫か？今日はちなみにどこ行くんですか？今日はまあ近場で、今首都高でね、お台場方面に向かってますけど、混んでるね、やっぱ夕方。混んでます ね。今日せっかくなので YouTube と X で視聴者さんから質問もちょっと募集してみたんですよ。なんか募集してたよね。はい、あ、見てくれました、うん、ちょっとそれにも答えていこうかなと、はい、1個目じゃあ質問いきます。はい。トシちゃんとバレンさんは一緒に寝てますか？寝てるよ毎日。うん、リビングのカーテンをバッてこう自動でバーって音がすると、もうあ寝るなって言って、もうベッドにこう走ってく、入ってくるんですか？うん、へえ、かわいい感じ。バレンさんがいる定位置とかってあるんですか、寝るときのポジション？大体どこで寝るんだろう。最初は俺の右サイドにいるね、割と。ベッドからほら階段みたいなのあるから、そっちサイドにいて、あとはこの辺にいたりとか、腰の辺にいたりとか。どこにいるんだろう。お、レインボーブリッジ。これがレインボーブリッジ。ウェイ。ちなみに仕事からバレンさんはトシちゃんが帰ってきた時は迎えに来てくれますか？うん、まあ迎えに来るっていうか、もう走っては来るよね。だいたい足音で分かるんじゃない、帰ってきたって。あ、走ってくるよ。まあウレションはしないけど。え、したことないですか今まで？うん、されたことない。質問でもあったんですよ、なんかウレションしたことありますかみたいな。俺にはしないな、嬉しくないんじゃないの。おかしいな。お風呂は一緒に入りますか？いや、お風呂はトリミングにね、月に1回出すんで、カットして
全部シャンプーしてみんなやってくれるじゃん、耳掃除とか爪切りとか、はい、だから俺もお風呂に入れないな、これ大変でしょお風呂入れたら。ウェイ、もういいのかな、駐車場入れちゃって。あ、大丈夫です。行くぞバレン。何ビビってんの。え、水は怖がんないんですか。え、どうなんだろう。まあ海は行ったことあるけど、もちろん泳いだりはしないですか。泳いだりしないね。あ、そうなんだ。してさしてないから。ちょっと嫌がってる。バレ、お尻がかわいい。思ったよりちっちゃいですね。そう、3歳で綺麗。はい、カニさん水ちょっと怖そうだけど、ここであれ取ったんだよ。何ですか。なんだっけ、涙にさらならしないかのジャケット覚えとったんだよな。そうだよね。かわいい。え、この夏はどっかお出かけ行ったりしたんですか。別に海に行ったぐらいだよ。旅行とかは行かないですか。うん、旅行はまだ行ってないね。まあ今ね、犬もペットも生まれるホテルもね、あるから、これから行くやったら。行きたいとことかあります。ん、旅行で、バレンさんとどこだろう。別にないかな。え別にない。ない大丈夫。行かない。バレ、来い。来い。バレ、おやつ。お座り。お手。おかわり。風船。おやつ何ですか。ぐる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 コサミン。俺が食べなきゃいけないぐらい。風船。ぐる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 コサミン。はい。かわいい。おいしそう。お座り。続いての質問、はい、今まさにトシさんツアー中だと思うんですけど、うん、ツアー中とかで泊まりの時は、うん、あのバレンさんはどうしてるんですか。あのペットホテルのあるんで、行きつけの、まあ、そこに預けたり。結構高いんだよ。ですよね。一泊1万とか1万2000円とか、部屋のサイズによって。最初分かんなくて、めっちゃでかい、一番でかい部屋を押さえたんだけど、でほらカメラでこう 見れるからさ、送ってくれるから、だから今どんな状況かなっていうのはね、見れたりするんだけどね。最大でトシさんだと何泊ぐらい預けたことあるんですか。最大で、はい、3泊ぐらいじゃないかな。そういうところに泊まってるときはいい子にしてるんですか。
どうなんだろうね。噛まれてんのかな。噛まれてたらなんか連絡来そうですけどね。やだな、慰謝料請求されたら。バレンさんの好きなところと直してほしいところ。好きなところはまあ全部かな。一番あとは毛量が半端なくてモコモコだから、うん、すごいおデブちゃんに見えるんだけど、俺はこのカットが好きだから、うんうん、ブーツカットって言って足がこうピュッてこうなってて、お尻もボーンってなってるカットにしてる、はいはい、でも写真撮られるのあんまり好きじゃないんだよね。だから写真撮るのタイミングがすごく難しかったり、あとはやっぱりたまに反射的にガブってやるから、うんうん、それを気をつけないといけないなっていうぐらいで。まだ噛みますか？あの嫌なことされるとね、うん、お尻触ったりとか。まあでもだんだん大人に、多分ね、もう3歳過ぎたから、うん、バレンさんはトシさんに似て女の子が好きですかっていうのもあります。そうだね、好きですか？どっちかっていうと犬慣れあんまりしてないのかな。ドッグランとかも行ったことないですか？ドッグランは行ったことあるな。まああるって言っても3、4回しかないけど、そういう時は他のね犬とちょっと挨拶ぐらいはするけど、うん、どっちかっていうと人のが好きだから。あ、そう、うん、女の子ね、特に僕の子って感じでいいんじゃないですか。お前もか。似た者同士。バレン、大丈夫か？バレン、えい、来い。えい、バレン、大丈夫か？今日人いっぱいいるな、いつも、はい、ほら夜型だから。そんな明るいうちに。すごい、魚がペンペン跳ねるね。はい、この時間綺麗。もう沈むな。おお、結構すごいんだね、夕方の時間ってね。人混みですか？やばいですよね。こんなの高校生の時とかやってないですよね。え？だって山梨が海ないから。そっか。あ、マジっすか。普通すごい。これ冷たいのかね。でもああやって入ってるんでちょっとわかんないですね。よかったな、バレン。久しぶりですか、お外？ん？久しぶりのお外。いや、ほぼ毎日お散歩行ってるし。海はでも久しぶり。海は今年。ああ、1ヶ月ぶりぐらいかな。まあ海っつったってここな、川みたいなもんだからな。そうですか。これ海じゃないよな。田原トシチャンネル、今日は久しぶりのバレンとお散歩を公開しました。バレンも2歳から3歳になって全く成長はありませんが、相変わらずめっちゃ可愛いです。シーズン2初めてのバレン君登場ということで元気にやってます。また忘れかけられた時に登場すると思うんで楽しみにしておいてください。よかったらチャンネル登録、いいねよろしく。ワン。いつもこう夜な夜な一人で散歩するんだよ。月に一遍ぐらいで散歩してるんだよ。人生を反省振り返りながらこう一人で頭冷やして。いいな、みんなデートだよ、デート。